株式会社スワイフードは愛知県名古屋市を中心に居酒屋チェーン世界の山ちゃんなどを経営する企業である。手羽先唐揚げ1981年6月14日に山本茂雄が世界の山ちゃん第い1号店を開業して創業した。創業時の店名は山ちゃんであったが創業時の従業員がふざけて世界の山ちゃんと応対した様子を山本が夢があると評価して 店名を変更した。1985年4月11日の会社設立時は、社名も世界の山ちゃんであったが、従業員が社名の記入時に書きがたいことから頭文字を取って、現社名へ変更した。手羽先から上げ、幻の手羽先を主力商品に2018年8月期決算で、資本金9900万円、年商78億円である。 2010年12月に愛知県名古屋市の女子大棚でノロウイルスによる食中毒事故が発生した。2016年8月21日午後7時54分に創業社長の山本が海離性大動脈流で急性し、23日の葬儀と告別式を経て9月に取引先などの推挙を得て山本の妻で当社取締役の山本組が 代表取締役社長に就いた。組は取締役だが経営に関与せず、店内に張り出していた社内法、手羽先新聞の編集に携わる専業主婦であった。世界の山ちゃん青い店世界の山ちゃんグループ全79店舗、その他ベビーフェイスプラネッツアグイ店1997年から看板に描かれている三代目のキャラクターは鳥男で、 会長の山本茂雄がモデルとされる。以前は名前のない鳥のイラストだった。幻の歌という釈迦がある。ラジオ体操の歌の替え歌で大空を仰ぐ代わりに手羽先をあげる。ありがとうございます。